ご視聴ありがとうございます。静かなる防衛です。今日はフランス原子力潜水艦シャルル・ド・ゴールの存在感は、出雲護衛艦が学ぶべき訓練方法とはを紹介していきます。今出雲とシャルル・ド・ゴールがインド洋で共同訓練を続けています。日本とフランスだけではないんですが、アメリカ、オーストラリアも参戦しています。そこでこのシャルル・ド・ゴールのサイズは262メートル。注目すべきは形です。原子力空母といえばアメリカの原子力空母を思いつく人が多いでしょう。フランスの原子力空母は262メートルと出雲よりも少し長いぐらいです。で、シャルル・ド・ゴールの長さはワプス級強襲揚陸艦よりも少し短いぐらいで、原子力空母としてはアメリカとフランスだけ所有しています。艦載機はラファールを積んでいます。これは F-35 ですが、ラファールと見立てて、カタパルトは一つだけ。ここから、ものすごい速さで離陸していきます。こういう映像を見ると思いますが、一つでも機動力は違ってきます。出雲の場合、F-35 を乗せたとしても168メートルの滑走路が必要です。そこから飛び立ちます。しかしカタパルトだと168メートルもいりません。短い距離で済むんです。着艦もフックを使ってワイヤーに引っ掛ける着艦方法です。やはり垂直着陸よりも早い着艦が可能です。機動性はこちらが上でしょう。機動性は三角。日本も出雲加賀改修後はシャルル・ド・ゴールみたいな空母を2隻建造すると防衛力も
増してくるでしょう。そうすると F35B をより広範囲に展開できるし、有事の際の機動力が数倍増します。シャルル・ド・ゴールはラファールを最大40機艦載できるようです。原子力潜水艦の有利なところは電力の供給ですね。安定しているということです。やはり、空母で原子力だと一番強いかなと感じられます。エネルギー補給の必要がないので、有事の際はそのまま展開できます。出雲が シャルル・ド・ゴールと出雲の違いはやはり滑走路の違いでしょう。まあ、出雲の直線的な滑走路、甲板に後方で着艦しつつ、前方で離陸、こういうことも可能ですが、それよりも「シャルル・ド・ゴール」のようにカタパルトからしつつ離陸しつつ着艦も やはりスピードは違いますよね。今後の日本にも必要なになる空母の形かなとも思います。出雲や加賀みたいな形でもいいんですが、シャルル・ド・ゴールみたいな形も2隻はやっぱり必要ですね。今、フランスとオーストラリアは潜水艦の協定を結んでおり、フランスが潜水艦の技術をオーストラリアに提供する予定です。ですが、不都合、
潜水艦の問題で少し揉め始めているのが現状です。今回の合同訓練でうまく同盟関係が深まればいいのですが、出雲護衛艦にとっても今回の合同訓練は大変参考になっているでしょう。やはりシャルル・ド・ゴールをゴールの訓練を生で見れるということはそうそうありません。今後に期待ですね。ご視聴ありがとうございました。